自分から告白する方、結構告白されるんですけど、自分からする方です。なんか胸が邪魔って言ってたんですよ。おっぱいあるやつムカつくと思う。もうさあ始まりました、声ラボ。おねえ占い師ことムラッチです。ハッピーハッピー。いらっしゃいませ、新人店員のゆきぽよです。ハッピーハッピー。今回の企画も恋のたまりバーをお届けします。はい、このバーはですね、私がママを務めるお客さんもスタッフも恋の悩みを抱える人が集まる不思議なバーでございます。ゲストは引き続き長尾マリアさんでございます。はい、長尾マリアです。ハッピーハッピー。ね、前回ちょっとね、こうお姉さんっぽいのがいいんじゃないかみたいな話をしました。占っていただいてありがとうございます。参考になりました。今回はお酒を飲みながら、はい、こちらのトークテーマを用意してきたので、長尾さんに1枚引いていただいて、はい、トークしていこうと思います。これめっちゃ面白い、ね、これ変なの入ってたりするのかな。入ってますよ、めっちゃ。自分から告白する方。おー、それ気になりますね。結構告白されるんですけど、あの自分からする方です。あんまりこう好かれるより好きなタイプの方がいいです。愛されるらしい。選ばれるより選びたいって思っちゃうんですよ。好き好きって言われてたから、なんかだんだん意識して好きになっちゃうみたいな。あ、ないかも。ないな。じゃあ恋愛はその行為から始まることが多いって。ないないんですよ。でもその方が絶対いいんですよね、きっと。でも得意じゃないし、あのせっかちなんですよ、多分。あ、なるほど。せっかちなんです。早く言えよ。そう友達以上恋人未満の期間とかあるじゃないですか、なんかまだ付き合ってないけどうちらデートはするよねみたいな、っていうのが1ヶ月も2ヶ月も3ヶ月も続けられないタイプですか。あんまりないかも。もうどんぐらいですか、マックス我慢できる。2週間。うわぁ短い。2週間だって言ってもらったら、ちょっとさって言って、あの待ってんだけどさ。でもそうに普通にあのしてっていうよりは好きです。まあ、先生のね感じで。かわいいね。じゃあ次のカードいきましょう。寂しい夜の乗り越え方。すごい。なんかすごいの引いちゃった。どうしたらいいんですか、逆に。20代中頃女性にこの企画を、ね、逆にどうしたらいいの。ね、ちょっと好きだなと思ってる人が他の人と付き合っちゃったって言って悲しいし寂しいなと思う夜とかどうするの。クッションこんなことだと思う。へぇ、やんない。そういう時は友達といます。友達といるのもいいよね。忘れられるよね、人といると。考えないようにするっていうのがやっぱ大切なのかな。失恋した後落ち込みたいですか。あ、でも落ち込みます。落ち込むと思う。落ち込むのもそのなんか短期間で解決するの。結構短期間。うわ、すごいな。結構短期間ですね。え、引きずります。私2年ぐらい引きずってます。妖怪引きずりお化けしてる。はい、すごくない。え、あだ名の中に2つ化け物が入ってる。妖怪引きずりお化け。どうでしょう。それ以外は普通のこと言われてないの。それを例えばこうすごい短期間でパッて抜けるっていうのは、新しい人を好きになれるってこと、それともこうもう全くもうなしってなれるってこと。なしってなれます。復縁とかは全く。ああ、すごい力強い。力強い。なんとめめしい妖怪引きずりお化けだろうしな。かわいいじゃん。かわいいお化け。すごい。次のカード。はーい。好きな異性の仕草は。ああ。仕草。好きな仕草。ドライブして助手席じゃないですか。時にこう急ブレーキしちゃった時に、ごめんね。ああ。好きー。それは好き。めっちゃ好き。っていう感じ。ちょっと男らしくて好きみたいな。これちゃんは。私はあれですね。こう。物理的に見下された瞬間がすごい好き。あ、そういう意味ね。あ、そういう意味ね。精神じゃなくてね。精神はじゃなくて、精神は見下されないんだけど、こう物理的にこう床丼もそうだし、背の高い人もチームとか。そうそうそう。いや、私それをしようと思うと可哀想さとしか思っちゃう。すごい、そう。身長的に。見下されるのが難しいからね。ムカつく女の特徴。おお、難しい。友達
同士喋ったりする？ムカつくわ、こんなムカつくわとか。友達って本当に仲いいから何でも言い合える仲じゃないですか。だからたまにムカつくこと言ったら今ムカついてめっちゃって普通にちゃんと言う。お互い、ね、ゴルフを1年前に始めて一緒に始めた友達がいたんですよ。で、男性の方が優しく教えてくれるときにこうちゃんとスイングするじゃないですか。その時にその子がおっぱいが大きい子で、で、なんか胸が邪魔って言ってたんですよ。わーお何やねん思いますよね。何してんのって多分本当に邪魔だったと思うんだけどすごいね。巨乳の子とかすごい憧れますよ。なんか、なんだろう、邪魔みたいな感じが。じゃあもうおっぱいあるやつムカつくと自分より大きい子はね、やっぱいやグラメやってるんで、やっぱ紙面見た時とかになんかいいなおっぱい大きくてみたいな思いますね。やっぱゆきちゃんもそれじゃない、ちょっとムカつく女のソロなんてあるじゃない。ありますよ。すっごくムカついたのが、私が当時彼といた時に、一緒に住んでたんですけど、もう一組カップルがあって、タコパーティーしようって言ってたんですけど、その相手側の女の子がもともと私の彼のことを好きだったんですよ。で、遊んだんですけど、もう視線が私の彼氏なんですよ。ずっともう私の目も見てくれず、ずっと私の彼氏こうやってずっと見てて、あ、なんかおかしくて、初対面だったんで、最終的に帰るときに真っ青な傘を家に置いて帰って、それを忘れて帰ってまた来る口実だとか、別れた後に私の彼氏に電話してきて、何してますか、遊びましょうよって電話越しで聞こえてるんですよ。私で私と付き合ってるのも知ってるのに、すごい、こういう子だわ。ムカつくと思ってるのさ、ちょっとホラーじゃない？サイコパスっぽいってさ、怖い。ムカつく女じゃなくて怖い女の子。怖いよね、最初ちょっと。はい、次のどうかなカード。あ、好きな男の落とし方。お周りくどいことはしないの？本当にしないですね。なんかもう、隣の席を陣取る、ボディタッチとか、大勢の時はあんまり近くに座らないの。逆にすごい、二人きりの方が近づいた時にこう差がありません？なんて言うんだろう。あ、そっか。大勢グループ同士で遊んだ時って、一番無口で一番つまらなそうな人が目を引きません？あ、確かにそうかも。そのタイプな気がする。だってしかもめっちゃ可愛いじゃないですか。めっちゃ可愛くて僕あの子と喋りたいけど、こっちに来てくれないし、なんか携帯出てるし、こっちは何もかね。そうってなって目を引いて、で、長尾さんがちょっとトイレに行った時に、なるほど、みたいな。なんか確かに逆に裏の裏を書いて計算高い気も。そうなのか、狙ってなきゃったらすごいよね。うん、天然で。その時にこうガチでやってもなんかね、気が、ま、なんかいろいろな方向に行っちゃうじゃないですか。よりは後で2人になろうって思うタイプ。ああ、でマリアちゃんがすごく慣れ慣れしく話しかけてきた場合はそいつ脈なしね。脈なしイエーイってなってきたら、ああ俺ダメなんだって思ったらね、そういうのをちょっとね、認識としてね。わかりやすい。恋バナは尽きないわよ。楽しい、楽しかった。女子会いいですよね、こういう話。楽しいです、なんだかんだ、ね。じゃあ今回はここまでということで、はい、はい、また次回ご覧ください。バイバーイ、バイバーイ。